どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ですね、自信がなくても起業で成功できるというふうにね、舞姫大学ナミさんの方から動画を送っていただきましたんで、私なりにまたねお話ししたいと思いますけども、私の場合はね、どんなことでもですけども、その起業に限らず準備と実行に分けるんですよね。で、準備の期間っていうのはうまくいかないかもしれないっていう不安とともに準備をします。そうすると準備が緻密になってくるわけなんですよ。ここまでやってもまだ大丈夫かな、どうかなっていうふうにね、自信を持たずに準備するんですよ。そうすると不安な気持ちから、もしこんなことがあったらどうしようということで緻密になっていくわけですよね。で、いざ行動するフェーズに入るとうまくいくと思って自信を持って行動するということになります。まあ、この使い分けじゃないですかね。これが逆になるとうまくいかないんですよ。例えば準備の段階では、まあ大丈夫だよ、俺本番に強いからとかね、うん、そんなことで準備を怠ることになってしまう、つまり油断するわけですよ。で、行動するときに自信がなくなっちゃうっていうね行動するときに自信がなくなると、やっぱりこれはですね、準備が足りてない上に思わぬミスをしてしまうってことになりますのでね、やっぱりこう逆になってはいけないかなと。準備の段階では不安とともに緻密に準備をする、行動が始まるともう堂々と行くみたいな感じですよね。その逆になっちゃいけないかなっていうふうに考えてますね。まあ、ですんでね、準備の段階で不安があるのはいいことだと思います。不安があるからもっと準備するわけでしょ、積み重ねるわけでしょ。で、ここまで準備したんだから、ここまで練習したんだから、ここまで稽古トレーニングしたんだから、自分はあとは運命を手に任せるだけだっていうふうに、やり残したことがないと思えばね、行動になってくると大胆に、そしてしっかりとできるんじゃないかなと思いますね。じゃあ今回は以上のような形にさせていただきます。今日は10月12日、51歳になってしまいましたね。いや、あんまり50と51って変わらないんですけども、しかし私の50代が10分の1終わったってことを考えるとね、いや本当に50歳になって51歳になるにふさわしいことをしたんだろうかと思ってしまいます。じゃあこれからもよろしくお願いします。